皆さんこんにちは、ちがみなです。ブブーン。最近ね、すずめの戸締まりっていう映画を見に行ったら、作中にね、スーパーカブが出てきて、すっごいね、ほっこりした気持ちになったんですよね。まあネタバレはね、しないようにするんですけど、ちょっとでも知るの嫌だっていう人は30秒ぐらい巻いてください。それでね、その映画は新海誠さんっていう人が監督さんなんですけど、その方ね、スーパーカブが好きなのかな。前回の映画ではピンク色のスーパーカブが出てきて、で今回は黄色いカブが登場してました。前回はピンク、今回は黄色ってことは、次回はパールカデットグレーが来るかもしれない。まあちょっとね、マイナーだから、せめて私の好きな水色系フコブルー着てほしいなんてね、思っちゃってます。で今回はね、映画に出ても絵になるし、もちろん乗っていても楽しいスーパーカブに乗って、カブ散歩がてらツーリングにね、お出かけしようかなと思います。ちがみなの動画で、今回なんですけど、バイクの給油事情みたいなところをね、お話ししようと思っていて、私のスーパーカブ C125 のタンク容量は3リットル台なんですよね。で以前コメント欄とかで、タンク容量が少ないバイクって大丈夫なのかなみたいなね、心配するコメントがね、寄せられてきたんで、今日はタンク容量の少ない私の愛車のリアルなね、給油事情をみんなにね、ちょっとツーリングがてらお話ししちゃいたいなと思います。それじゃあ今日もスーパーカブに乗って行ってきます。ってことで、とりあえず給油をしに行っちゃおうかなと思います。実は私かなりズボラな性格でして、給油をね、後回しにしがちなんですよね。なんで今ね、カブのね、タンク容量最後の一コマ点滅状態です。本当はね、ちゃんと入れなきゃって感じなんですけど、今日はとりあえず給油からしちゃいたいと思います。ってことで、エネを削減入れてきます。よーし、よいしょ。この穴いつも怖い。給油完了しました。出発します。ちがみなの動画ってことでね、私のカブ満タンになりました。それで 2.5 リットル入って300円ちょっとぐらいの価格でした。安い。もう本当にそんなにタンク容量がないバイクなので、1回の給油量はね、本当にね、お財布に優しいんですよね。それでこのスーパーカブ C125 のタンク容量は 3.7 リットル台と、かなり少なめのタンク容量なので、正直大丈夫なのってね、思う人もいるかもしれないんですけど、これがね、結構大丈夫なんですよね。というのもこのバイクね、めちゃくちゃ燃費がいいんですよね。でね、リアルなところの航続可能距離なんですけど、 230km は硬い。まあ乗り方にもよるんですけどね。まあでも頑張れば 250km ぐらいはいけるかもしれない、かもしれない、多分。まあそんな感じで、日常生活とか普通のツーリングの範囲内だったら結構これが大丈夫なんですよね。まあでも結構ね、私抜けてるところがありまして、給油忘れがちなんですよね。なので見えないところで実はピンチを迎えております。まあ私はね、ピンチを迎えることが、まあ、よく稀に、いや結構たまに、いやかなりあるんですけど、皆さんだったら全然問題ないと思います。ことで、航続可能距離から見ても、街乗りやその辺のね、ツーリングあたりはこのタンク容量で正直余裕です。それでね、長距離とか地方のツーリングとか、このタンク容量で大丈夫なんてね、思うかもしれないんですけど、北海道の奥地とか山奥とかだったら、もしかしたらピンチを迎える可能性あり。というのも、まあ、時間帯によってはガソリンスタンドがね、空いてないケースっていうのもあるので、ちゃんとね、事前に Google マップとかでね、見とくことをおすすめしときます。まあとは言っても、航続可能距離が200ちょっとぐらいなので、給油回数はちょっとね、多いかもしれないです。まあそんな感じでね、カブの給油事情をちょっとお話ししたんですけど、そろそろ私の給油もしたくなってきたってことで、糖分補給に行ったりたいと思います。もうね、糖分っていうのは神の H、 甘いものを食べればそこは天国ってことで、これから糖分給油しに行っちゃいたいと思います。それで今、私茅ヶ崎南、どこに向かっているかというと、かき氷屋さんです。もう今日あったかいんだよね。めっちゃポカポカ日和なんですよ。なんで甘いシロップがめちゃくちゃかかったかき氷を食べて、ヒヤヒヤになっちゃいたいと思います。
でかき氷屋さんに向かっちゃおうと思います。いい道、てか山、美しい緑を浴びたい。どこじゃろな、どこじゃろな。ちがみなの動画ってことで、どどーん、かき氷が到着しました。見て見て、顔サイズ、もう顔の2倍ぐらいある大きさのかき氷がやってきました。ここのかき氷めちゃくちゃ巨大なんですよね。ってことで、このかき氷でチガミドボンケをしちゃいたいと思います。いただきます。食べちゃうぞ。食べちゃっていいですか。食べちゃおう。うまっ、うん、まっ、うん、まっ、うん、まし止まらん、止まらんよ。急いで食べちゃうとかき氷ってキーンってね、なりがちなんで、ゆっくり食べたいと思います。スイングのたんびにね、甘いものを持ってしまくってるので、正直カブの給油よりチガミの給油の方がお金かかってる気がします。まあでも甘いものには勝てないよ。ソースがいいんですよ、ソース。このミルクとイチゴってさ、完璧。このイチゴとミルクのところを一緒に食べるのが最高。チガミナの動画ってことで、クールダウン&糖分補給が完了しました。それでね、今日はタンク容量3リットル台の給油事情みたいな話をしてきたんですけど、私大体どのぐらいに1回ぐらいのタイミングで給油してるかっていうと、どうだろうな、ガソリンメーターの最後の1コマが点滅し始めたら給油するようにしてます。結構ギリギリ、まあ、この株の場合は最後の1コマが点滅してからギリ50キロはいける。ちなみに点滅後60キロ走るとガス欠です。そうなのよ、多分60キロぐらい走っちゃうとカブの栄養補給が必要になってくるんじゃないかななんて思います。でね、やっぱりね、このスーパーカブって本当に燃費が抜群で、まあ、車体代はねちょっとするんですけど、コスパがねすごくいいので、もうね元は取っちゃってる気がするよ。正直ロングツーリングとかもねよく行くんですけど、新幹線代よりかはかなり安上がりに移動することができるから、株ってね本当に移動手段としてもコスパ抜群だなーなんて思ってます。まあとは言ってもガソリン代以外にオイル交換代とか日々のメンテナンス代とか、そういう消耗品代とかね結構かかったりもするんですけど、そこはね楽しいからトントンってことで、そういうことにしときたいと思います。まあね、3リットル台のタンク容量って大丈夫っちゃね大丈夫な感じなんですけど、まあ大いに越したことはないんじゃないかななんて思います。ちがみなの動画、はい、というわけで本日はタンク容量3リットル台の給油事情みたいなことをねちょっとね話してみたわけなんですけど、もうね何が言いたいかって、これよこれ、みんな株に乗ろう、株ってええんじゃってことを推したいんじゃ。まあでも本当にスーパー株にね乗ってる身としてはすごくいいバイクだなっていう風に思うので、めっちゃ推したいんですけど、やっぱりね自分の好きなバイクに乗るのが一番、バイクはいいぞってことが言いたいんですよ。ここまでね、カブの給油事情についてね話を聞いてくれて皆さんありがとうございます。実はねこうやって YouTube を通して私が思っていることとかを発信して皆さんが聞いてくれているこの環境ってすごくね嬉しいなっていう風に思ってるんですよね。本当にねいつも聞いてくれてありがとうございます。まあまたねバイクのことを含めいろんなことをねお話ししていきたいななんて思うんで、ぜひねまた聞いてくれると嬉しいななんて思います。まあ本当にね私の乗っているこの株のタンク容量は3リットル台と少なめではあるんですけど、よっぽどね山奥とか僻地とかにね行かなければ特にね何の問題も今までなかったななんて思うんで、給油事情的にも私はね特に問題ないんじゃないかななんて思ってます。まあ実際にね納車されてから4年ぐらい、あれ4年かなぐらい経つんですけど、リアルに問題ないので給油事情は結構大丈夫だと思います。というわけでね、最後まで動画を見てくれてありがとうございました。この動画が少しでもいいねって思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってるので概要欄からフォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。